他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場スペシャル。ここからは街の人に美容の疑問についてインタビュー、実際に知りたい疑問を専門家に答えてもらいます。今回はセレブが集まる街、銀座。どんな疑問が出てきたのでしょうか。お話をお伺いしたのはこちらの二人組。普段はあの実はエステシャンなんです。なるほど、ね、あとはネイリスト。美容のプロともいえるお二人が普段気をつけていることとは。クレンジング剤に気を使う。安いのを使っちゃうと肌がすごい薄くなっちゃうんですよね。油分を取っちゃうから。だからそういうのを使わないようにしてます。さらにお肌の保湿、化粧水を普通にペペペってつけてパシャパシャで終わりじゃなくて、それを3回ぐらい、何回もたっぷりのせたのを3回ちゃんとお肌に入れる。続いてはこちらの二人組。二人のご関係は。親子です。今おいくつとおいくつになる。20歳と43です。私の話し方がなんかちょっと友達みたいに喋っちゃうので、で多分そうに見えられちゃうかもしれない。うんね、私がつけてるプラマイゼロみたいな。こちらの仲良し親子のお母さんがしている美容のケアとは。やっぱりそのシワ用とかのクリームとか塗ったりとかはしてます。やっぱりその辺はあんまりでも塗らなくていいんじゃんってまだ言われるんですけど、まあ一応念のために。シワが気になるというお母さんが普段持ち歩いているケア用品を見せてもらいました。大丈夫。あ、これ、はい、これでこうやってコロコロすると保湿のあれが出てくるので、あのちょっと気持ちいいです。ここが、はい、ああえこれがこれこう、あ、はい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 、はい、液が出てきて、はい、この先端って銀の玉みたいな、はい、一応これ目線用です。あ、へー。多分こういうとことかも塗っちゃってもいいと思うんですけど、保湿クリームが入る、保湿のあれが入ってるので。はいはいはい、はい、続いてはこちらの女性。肌にあんまりこう負担のない石鹸で落とせるようなミネラルファンデーションっていうのがあるんですけど、それを使うようにしてます。ということで、いつも持ち歩いているというミネラルファンデーションを見せてもらいました。このシリーズかな、 MMC というこのシリーズのファンデーションとかチークとかも全部それを使って、肌に負担のないようなファンデーションを使ってます。それも何歳ぐらいか。え、でもこれでも、うん、最近2年前ぐらいですかね。こちらの女性、美容に関するある悩みがあるそうですが、それは毛穴が小さい方がきめ細かく見えるますもんね、お肌がね。だから毛穴をすごく小さくするためには、例えばそのお家でどういう風にケアしたらいいのかなとか、あとはその美容法。ということで、こちらの女性のお悩みは、鼻の毛穴はどうやったら、小さくできますか、教えてください。この質問に答えていただいたのはフェミークリニック北山先生。毛穴の開きにも様々な原因があります。まず老化により、丸かった毛穴が涙型になってくることによって毛穴が目立ってくると、もしくは、皮脂の分泌が、多いことによって毛穴が自体が大きくなっている場合。毛穴が開く原因は老化による肌のたるみと皮脂の分泌により毛穴が開いてしまうものの2つだそうです。彼女の毛穴の開きはたるみが原因。ではどうすれば改善できるのでしょうか。肌に張りを持たせてたりですとか、肌を引き締める治療が向いていますので、高周波に治療ですとか、光線治療などが適用になってくるかと思います。高周波や光線治療を
およそ2週間に1回の施術で5、6回行うと毛穴が目立たなくなるそうです。ちなみに皮脂で開いた毛穴の場合はどうするのでしょうか。基本的にはニキビの治療と同じようになってまいります。ピーリングですとかこちらも抗生治療なので、皮脂の分泌をコントロールすることによって改善させていただいております。皮脂が原因で毛穴が開いてしまう場合はピーリングや抗生治療で皮脂の分泌を抑えることが有効なのだそうです。北山先生ありがとうございました。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。